1990年の読売ジャイアンツでは、1990年における読売ジャイアンツの動向をまとめる。この年の読売ジャイアンツは、2回目の藤田、元次監督体制の2年目のシーズンである。ヤクルトとの開幕戦を、篠塚敏夫の疑惑の本塁打で物にした巨人は、翌日も、当主の北正雄のさよなら本塁打で連勝し、スタートダッシュに成功。 序盤は前年まで巨人の二軍監督だった須藤豊率いる太陽と首位争いを展開していたが5月8日に近親明けの桑田とまが太陽相手に完封して以降は一度も首位の座を明け渡さずその後は太陽の急降下で首位を独走9月8日には吉村貞田翔のサヨナラ本部打でヤクルトを下し早々とリーグ優勝を決めた 首位独走の最大の要因は、盤弱の投手陣で2年連続20勝の斉藤、正木をはじめ、桑田と宮本鷲が14勝、この年対等した木田が12勝、さらに、広大さんも11勝と2桁勝利投手を5人、排出し、さらに、牧原博美の9勝も入れると、チーム勝利数88の大半を、この6人で占めた。対戦成績は、 開幕相手のヤクルトに19勝7敗と勝ち越し、4位、中日には18勝8敗、最下位半身には同一カード8連勝も含めて20勝6敗と、貯金46のうち36を3球団から稼いだ。最終的に2位広島に22ゲーム差をつけた巨人は、宿敵西部との日本シリーズに臨んだが、優勝決定からシリーズまで1ヶ月半空いたことも、あり。 巨人は、投打ともに、終始西部に圧倒され、31年ぶりのストレート負けを喫し、関東省の岡崎薫が、野球観が変わったと口にするほどチームが受けたショックは、大きく、翌年以降の戦いぶりに大きな影を落とすことになる。ありがとうございます。